チョーキング現象にて幸福塗装面チョーキングとは、日本語では白赤ともいい、主に塗装表面が暴露状態の際に、紫外線、熱、水分、風等により塗装面の表層樹脂が劣化し、塗料の色成分の顔料が、チョークのような粉状になって現れる現象や状態を言う。日本語では、物の表面が汚れていないのに微細な汚れがあるように見えるとき、 小が吹くと表現し、チョーキングに相当することが多い。チョーキング現象を起こした自動車のボディ。左側のパネルは発火しているが、右側のパネルは板金修理されているため劣化が進んでいない。塗装の寿命は一般的に最長で10年程度と言われ、建物にあっては立地条件に大きく左右され、自動車等の耐久消費罪や日用品、重機等では、 使用条件や日常の手入れにより寿命は左右される。チョーキング現象の模式図。グレー部分は素地。左側は正常な塗装面。右側は樹脂が分解されて顔料が粉状に露出している様子。大きくは次に記す原因でチョーキングが起きる。チョーキングが生じた以降も手入れを怠ると塗装の機能を失い保護していた材料が露出して酸化が始まる。 日常生活においては合成ゴムをはじめとするゴム製品やシール剤、塩ビ補か化製品、建物等の大きなものでは、異種部材を接合し水密性を保つシーリング材で、チョーキングが生じる。ありがとうございます。